はいどうも哲学とです、今回もディアブロイモータルやりながら、雑談動画の方を撮っていきたいなと思います、今回はですねちょっと視聴者の方からねいただいた質問に、お答えするコーナーまたやっていこうかなと思いますでですね、まあ、最近、まあ、この、チャンネルの、動画を見て、まあ、ディアブロイモータル、新しく始めたとか、あとね、まあ、しばらく休んでたんだけど、復帰したっていう方からですね、まあ、素材、このゲームはですね、まあ、火力の大きな、まあ、強化要素の一つに、装備のランク強化っていうのが必要になってくるんですけども、緑側のセット装備に関しては、まあ、セカンダリー装備と呼ばれるものに関しては、基本的にね、チャレンジリフトの階層を、進めていけば、まあ、強化の方、素材の方も、揃っていくという形になるので問題ないと思うんですけど、こちらのね、レジェンダリーの方なんですけども、ランクの強化が、をしていくことによって、まあ、能力値とか、あと出世とかもね、伸ばしていくことができるんで、まあ、大事な要素なんですけど、素材どうやって集めたらいいですかっていうのをすごく、聞かれますので、まあそれについてね、まあ今現役でプレイしている、プレイヤーの目線からね、まあ効率が良さそうなものを、ね、お話ししていけたらいいかなと思います。で、早速なんですけど、この、塚商人さんですね、まあ最近素材の方も塚商人の方から購入ができるようになってるんで、まあ廃品素材、エンチャートダストにはなりますけども、最初のうちはまあ塚でね、こういったものを、購入してみるっていうのも、いいかなと思いますね。ただまあ塚は貴重な素材にもなるので、他のものにも使いたいっていう、ことが多いと思いますので、まあくれぐれも、まあ、買いすぎには注意っていう感じですね。で、それ以外の場合は、装備品を拾ってね、解体するっていうことで、入手、していくような形になるんですけども、まあ結構ですね、まあその方法に関してはいろいろとね、注意点があるので、まあそこをね、中心にまずお話ししていこうかなと思います。でですね、まあアイテムを掘るにあたって結構ね、まあ大元になる、まあ、重要な考え方としてですね、マジックファインド率っていう、値が、設定されててですね、まあ、レジェンダリーの宝石を、ランク5まで上げるとですね、こちらのマジックアイテムを発見する確率が、上昇するっていうステータスがついて、で、これ星1のものを強化すると、5%、マジックアイテムドロップ率が上がるっていう形になって、で、星2の宝石で、10%、そして、星5のものをランク5にすると 15% 上昇するという形になりますので、まあ最大でね、15% かける、今インフェルノ難易度までいってると、8個ね、装備品が入れられるので、8ということで 120% まで、マジックアイテム、発見率を上げることができるんでね、ここを持ってあげるっていうのがすごく重要になってくるかなと思います。アイテムが落ちる数そのものは、まあ、特に変わりはないんですけども、このマジックファインド率が高いか、低いかによって、まあ、白い、いわゆる、ノーマルアイテム、マジックアイテム、レアアイテムというね、3種類の、比率が変わってくるので、なのでね、まあ、目指すべきところとしては、まあ、星1でランク5にしてしまうとね、ちょっ、5% しか上がらないんで、全体で 40% しか漏れないので、まあ、まあ、課金されてる方、すごく課金されてる方だったら、星5のね、ランク5で全身やってあげると 120%。そして、まあ、なんていうかな、まあ、無課金とか微課金でやっていくっていう場合は、まあ、星2のランク5をね、とりあえず、全身にはめられる状態にしてあげると、まあ、10% かける8で 80% まで漏れるんで、まあ、いいかなと思いますね。私はちょっと、60% でね、打ち止めにはなってるんだけど、まあ、できればね、全身、星2のランク5が用意できるんだったら用意してあげることで、こちらのね、マジックファインド率も上げられるんでいいかなと思いますね。まあ、なので、そうね、星5が、まあ、今私ランク4で止まってるんで、ここら辺をね、ちょっと、まあ、ランク5にできるだけでかなり、マジックファインド率上がっていくので、うん、まずはそこのマジック、アイテム発見率っていうのを高めてもらうっ
ていうのをやってみてほしいなと思います。まあ、素材はね、まああらゆる部分で入手できるんですけど、このね、デイリー報酬とか、あとショップの中にもね、素材含まれてますので、まあ、そこら辺で取っていくっていうのも、結構、馬鹿にならないようになってくるので、まあ、毎日のログインボーナスって私こうやって、まあ、動画撮りながらね、撮ってますけど、ここも結構大事なんですよね。うん。で、まずはそこら辺を、埋めてってもらうって感じですかね。名誉の壁かな。で、まあ、そこまでできたら、あとは、まあ、実際に、素材をね、掘っていくような感じになるんですけども、まあ、素材の集め方としては、まあ、基本的にはデイリーのクエストをこなしていくっていうことが、まあ、大事になってくるんですけど、ダンジョンを周回したりとか、報酬クエストを回して、まあ、敵を倒していく。なので、まあ、通常のね、まずは、毎日のタスクをこなしつつ、装備品集めていくっていうのが、まあ、基本にはなるんだけど、まあ、それ以外の要素としてですね、このアクティビティカレンダーっていうやつがね、ありますので、アクティビティカレンダーの方を押してもらうとですね、この中に、12時と9時にですね、このラスボーンの侵略というイベントが、お昼の12時半と9時にラスボーンの侵略っていうね、イベントが発生して、まあ、ボスが攻めてくるような形になりますので、これをね、に行ってみるっていうのもいいかなと思います。参加賞としても、なんていうか素材が入手できるんでね、まあ、この2つ行ってもらうのがいいのと、あとね、この、ワールドイベントですね、イニシエの悪夢とか、まあ、時間帯によってね、起きてくるイベント。これは毎日、何のイベントが起きるか変わっていくんですけども、こういったものに行ってあげるっていうのも結構素材の、獲得には、重要な部分になってくるので、うん、ワールドイベントなんかも、普通のね、ダンジョン、報酬クエストにプラスして行ってみてほしいなと思いますね。まあ、まず重要なのは、ベースのね、マジックアイテム発見率の方を高めてもらった上で、周回してもらうっていうところになるかなと思いますね。まあ、結構ね、まあ、重要な部分としては、やっぱりその課金要素である共鳴値っていうのが結局、素材集めでも重要になってくるよっていうところなんですよね。まあ、なんていうのかな、課金してないと結局のところ素材も集められないんでしょうっていうことを結構おっしゃる方いるんですけど、まあ、それは一面では真理なんですよね。星5の5まで、星5のをランク5まで上げるだけの、素材数がある人で、それを全身揃えられる人っていうのが、まあ、マックスのさ、素材数が入手できるんでいいんですけども、まあ、無課金でもね、星2だったらランク5にするの、まあ、時間さえかければね、できるので、うん、私も別に、なんだろうな、火力課金って、たくさんやったりはしてないんで、まあ、それでも星2のランク5ぐらいだったら全身集められるぐらいはあるんで、まあ、120% と 80% の差って結構大きいんだけど、そこそこは、出現するようになっていくかなと思いますので、まあ、諦めずにやってみてほしいなと思いますね。で、その上で、まあ、勝っていく場所としては、まあ、こういうフィールドを普通に変わるのもいいし、まあ、ダンジョン行くっていうのもいいし、まあ、報酬クエスト行ってみるっていうのもいいかなと思いますね。で、まあ、素材の集め方なんですけど、まあ、それ以外の部分としてはですね、イベントの中にですね、伊勢ついたツンドラのエリアに出る、イニシエの旅の呼び込めのイベントとかも結構あれ素材になるんで、あそこら辺をやってみるのもいいかなと思いますね。特に、なんだろうな。フィールド狩りってまあ、一時期に比べると結構効率が悪くなったっていうところがあるんですけども、特定のポイントでね、モンスターの脇待ちをして、狩り続けるみたいなことが、まあ結構、このゲーム序盤横行してたんで、
まあそこら辺のね、ポイントは結構潰されちゃったところもあるんだけど、まあそれ以外のところですね。な、特に、特にですね、まあゾルダンクーレの書庫とか、あと、あと、今お伝えしたね、いてついたツンドラの上のね、まあ、廃墟のあたりとかかな、砦があるあたりなんかは結構ね、モンスターの脇も、多いので、まあ、そこら辺でね、買ってる人が多いかなと思うんですけど、ここでね、まあ、一つ問題になるものとして、放置狩りは絶対しないでほしいなっていうところですね。なんていうのかな、放置狩りっていうのは、要するに、一箇所に留まってこう、メインスキルをひたすら、放ってるような状態で固定してあげて、で、まあ、それによってね、なんていうのかな、モンスターをひたすら狩り続けるみたいな、モンスターの枠ポイントに、まあ、スキルを放し続けてさ、狩るみたいなことをやってる方いらっしゃるんですけど、まあ、これに関しては、まあ、公式の方でも、放置狩りやボット行為っていうのを禁止していて、で、まあ、違反した場合はバンになるよっていう、形になってますし、あと、まあ、ユーザー側からもね、まあ、報告が上がった場合はバンになるというような、重いペナルティが課せられますので、まあ、ゾルタンクーレの書庫とか、あと、まあ、いてついたツンドラ、自分でまあ動かしてね、狩りに行く分にはいいんだけども、一箇所に留まって狩りを続け、まあ、ボタンを押しっぱなしするとか、そういうのは、まあ、明確に禁止行為としてね、定められてるので、まあ、それだけはやらないでほしいなと思いますね。まあ、なんか、なんていうか、視聴者さんの中でね、まあ、放置狩りでバンになった、方から、まあ、相談を受けたこともあるんですけど、まあ、一度バンになっちゃったら、なかなかそれ覆すの難しいですし、なんていうのかな。なんていうの、知ってるか知らないかじゃないんですよね。なんていうのかな。私もその方に言われたのは、それが違反行為だと知らずにやっちゃったって、おっしゃってたんですけども、知っているか知らないかに関わらず、まあ、例えば犯罪行為なんかの場合は、私たち、すべての刑法をさ、知り尽くしているわけではないんだけれども、まあ、そこに反することをすればさ、まあ、罰せられるっていうのが、まあ、基本的な法律の概念になってくるわけなんで、まあ、それと同じでね、規約違反に関しても、基本的にどの行為に関してもね、必ずこのゲームの使用許諾書って皆さん、まあ、同意してね、ゲームやられてるはずなんで、まあ、その中に、マクロやね、マクロや放置行為が、バンの対象になるっていう規定もあるはずなんで、一応そこに全部目を通したという、まあ、建前のもとでね、プレイされてるはずなんで、まあ、知らなかったっていうのは基本的には成り立たないものなんですけども、まあ、やっぱり始めた方に何が放置狩りで、何が、なんていうかマクロ狩りなのか、理解できないっていう方もいらっしゃるみたいなんで、一応ね、まあ、補足的にはお話ししとこうかなと思うんですけども、まあ、マクロっていうのはね、もちろんその、マクロっていうのはこの PC を使ったソフトなんで、まあ、PC の画面を不正に操作するようなソフトですね。まあ、基本的には PC だったら、まあ、コントローラーを指すかね、キーボードマウスでの操作が基本になるわけなんですけども、それを人間が動かさず、まあ、ソフトウェアで制御したりとか、まあ、まさにマクロですね。自動で、まあ、こういうエルダー、例えばチャレンジリフトをさ、周回するソフトを作っちゃったりとかね、そういうような形で行われるマクロ行為に関しては、バンになる、なりますので、まあ、その点はちょっと注意しなきゃいけないかなと思いますね。うん。で、まあ、放置狩りは絶対しないでほしいんですけども、まあ、フィールド狩りって、まあ、固定の場所ですね。まあ、一定の場所をずっとね、狩り続けると、まあ、そこで敵が湧かなくなるというような形になってるんで、まあ、比較的敵の多い、まあ、ゾルタンクーレの書庫とか、あと、いてついたツンドラあたりを、回してあげるっていうのが、まあ、結構ね、フィールドの中では、おすすめの狩り場になってくるかなと思いますね。で、それ以外の要素としてはですね、まあ、素材が落ちるところとしては、
呪われ死闘ですね。もう結構、おすすめかなと思いますね。呪われ死闘の中で、まあ、自分が占拠して、自分のクランが占拠している党なんかの場合はね、まあ、そもそもそれを、の中の、イベントをやることによるね、まあ、宝箱の入手なんかもありますので、まあ、それと並行して、まあ、呪われ死闘の中で敵を倒してあげるっていうのも結構、まあ、素材狩りの一つとしてはいいかなと思いますので、まあ、そういうのもやってみてほしいなって感じがしますね。呪われ死闘っていうのはこれですね。クランの中の、呪われ死闘ですね。で、まあ、これに入ってもらうことで、報酬のゲットできて。で、まあ、この宝箱、レジェンダリー貢献度の宝箱を取ることで、この、レジェンダリーの紋石をね、もらうことができるっていうのも結構大きな、利点になってくるので、まあ、必ずね、毎週3箱、取るように、してみてほしいなと思いますね。まあ、その過程で結構素材集まっていくんで、まあ、そこら辺で集めるっていうのが、結構効率のいい方法になってくるかなと思いますね。あとまあこういうエルダー、チャレンジリフト、エルダーリフトを回してあげるっていうのも、まあもちろん素材になってくるって感じなんで、まあどのアクティビティも基本的に、素材に、なんていうのかな、直結しないものはないんで、まあバランスよくやってもらうのがいいかなと思いますね。あとは、期間限定イベントもね、意外と素材をたくさんもらえる場所になりますので、まあ、そこら辺をやってもらうのも、いいかなと思いますね。期間限定イベントの中は、だいたい素材と、あと、レア紋石、レジェンダリー紋石、あと、40個集めることで星5の宝石が作れる、テルリックパールなんかがね、入手できるので、まあ、期間限定イベント、漏れなくやっていくとそこそこの素材数になりますので、こういったものもやってみてほしいなと思います。まあ、イモータルはですね、何か特化した、遊び方をするよりは、まあ、全般的にプレイすることでね、一番効率が、良くなるような形になってるので、基本的には、なんかこう、おすすめの方法ありますかって、聞かれる方いらっしゃるんですけど、全部のタスクをこなしていくっていうのが大事かなと思いますね。うん、まあ、報酬クエストもそうだし、をやっていって、で、あとですね、まあ、なんでそれが重要なのかって話をしておくと、こちらのバトルパスですね。バトルパスも、ランク40以降のね、ランクに関しては、一つね、宝箱がもらえて、そこに塚が100ポイントと、あとね、廃品素材なんかが入ってるのでね、バトルパスのランクをなるべく高く、保つようにするっていうのも結構、大事ですね。お、今日もエルダーリフト8回なんで、これやってきますか。で、まあ、BP を稼ぎつつ、エルダーリフトをなんだろうな、すべてのタスクをこなしていくっていうのが基本にはなるんだけど、まあ、それ以外の要素としては、まあ、フィールド狩り、あと呪われ死闘あたりが、効率がいいかなと思いますので、ぜひね、そこら辺で回してみてほしいなと思います。まあ、ちょっと今回はね、その MF、マジックファインド率まず高めないと、まあ、効率よくならないよみたいな話をしたんですけども、まあ、ここもね、もう結局割り切るしかないところなんですよね。やっぱり、マジックファインド率のためだけに火力を上げる必要っていうのも、ないので、まあ、ゆっくりやるか、まあ、それともお金をかけて上げてしまうかっていうところはあると思うんですけど、で、まあ、素材に関しては、もう本当にね、まあ、最大課金してて、で、なおかつね、ずっとやってる人が一番多く、なるような仕組みになってるんで、あと、まあ、そもそも共鳴値が上がるとさ、火力も上がるんで、その分早く回せるっていうのも一つの利点になってくるわけですよね。まあ、例えば、一つのダンジョン、全く共鳴値上げてない人が、そのダンジョンをさ、今回したときに、同じレベルでも、3分で回せると、したとしたら、
まあ、高共鳴、一番マックスの火力が出る人は1分30秒で回せるという感じになってくるんで、まあ、おのずとね、まあ、共鳴値が高い人が、すさまじいスピードで回した方が、MF 的にも、周回速度的にも速くなる、っていうのが常なので、まあ、上位の方々結構素材もすごくあるんですけども、なんていうかな、むちゃくちゃ特別なことをやってるっていうわけじゃなくて、まあ、今言ったようなね、毎日のアクティビティだったりとか、そういうものをしっかりとこなしてるっていう、だけなんで、まあ、あともちろんダンジョン周回とかね、まあ、フィールド狩りも、やっていけばやっていくほど、まあ、素材増えてきますので、まあそうですね、特に、まあ、BP も使い切っちゃったとか、まあ、アクティビティ一通りこなせてるよと、で、それでなおかつ、欲しいよ、なんだ、素材をもっと欲しいよっていう場合は、まあ、フィールド狩りをしてあげるのがいいかなと思います。まあ、特定のフィールドがむちゃくちゃ、まあ、今言ったみたいにね、凍てついたツンドラとか、あと、ゾルタンクーレの書庫いいよとは言うんですけども、他のフィールドでもむちゃくちゃ経験値効率が悪いのか、素材効率が悪いのかっていうと、そんなことないんで、なんていうのかな。まあ、自分の好きなフィールド回ってみるのがいいかなと思いますね。まあ、なんか、ながらプレイでもいいと思うんですけど、特に、まあ、レベルが低いうちなんかは、フィールド狩りでね、敵を倒すだけでもレベルもポン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 上がっていくような形になるんで、まあ、そういう意味でもレベル上げ兼ねてフィールド狩りやってあげるっていうのが、結構、おすすめなんじゃないかなと思いますので、うん。後半っていうか、まあ、レベル帯が高くなればなるほど、経験値量が、抑えられていくんでね、なかなか、レベル上がらなくなっていくんですけど、最初はもう本当に敵を倒すだけで、敵を倒す経験値だけでもかなりの量になってきますので、まあ、フィールドで狩りをしてあげるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、私自身も今、だいたい1日2時間ぐらいプレイしてるんですけど、まあ、本当にタスクこなすだけで、まあ、いっぱいいっぱいって感じなんで、まあ、かなりやり込む場合にそういう問題出てくるのかなと思うんですけど、うん、まあ、まあ、武器ランクの強化に関、武器とか装備のランク強化っていうのは、まあ、確実に火力アップにつながるんだけど、まあ、それ以外のね、強化要素もかなり大事なんで、まあ、とにかくね、バランスよく、上げていくって、いろんなアクティビティをやっていくっていうの重視しながらやってほしいなと思いますね。うん。まあ、当然ながらなんだろうな。まあ、こういう質問いただくときにやっぱり聞かれるのは、まあ、これから始めてね、すでにやってるプレイヤーに勝てますかとかそういうことも聞かれるんですけど、まあ、私はまあその全ての素材というか、まあ、一日中全部イモータルをやり続けて、1年間やり続けてきたわけじゃないんで、当然ながらそういう人に比べたら少ないし、足りないとは思うんですけど、やっぱり1ヶ月2ヶ月で、追い抜く、最前線の人たちを追い抜くっていうのは結構厳しいかなと思いますね。まあもちろんその、なんていうかね、始められた方が共鳴値、マックス、まで取れる、星5のランク5までは少なくとも全身揃えられるって方だったら、追い抜くってこともできると思うんだけど、まあそこまでなんていうかな、正直装備強化の、恩恵っていうのもさ、むちゃくちゃでかいわけじゃないんで、まあ追いつくことはもちろんできると思うけど、まあその人以上にやり込んでるってことは前提になるんで、あんまりそこは気にする必要がないかなと思いますね。そもそもそこ気にしちゃうと、まあ、こういうゲームってできないんで、上には上がいるっていうかさ、もう初日からやってて、なおかつマックス共鳴の人なんかもいるんでね。なので、まあ、そういう人には絶対に、素材数の部分でね、叶うことはないので。なので、まあ、無理のない範囲でやっていくのが一番ですよ。まあ、そこもやっぱり気になる方は気になっちゃうんだと思うんだけど、まあ、私の中でおすすめとして言えることとしては、まあ、課金してない方だったら、まあ、星1だとランク5にして、まあ、5% 稼げるっていう形なんで、
ね、5%。星1をランク5にして、まあ、5% 稼ぐ。あるいは、星2をランク5にして、まあ、10% ずつ稼いでいくっていうのが、マジック、アイテム発見率を高めてあげるっていうのが、いいかなと思いますね。まあ、10% と、もちろん 5% ずつ違いがあるんで、かなりの違いがあるんですけど、まあ、星2のランク5だったら、3ヶ月ぐらいやってれば、おそらく、全身分揃えることができるんで、うん。まあ、星1だとちょっともったいないかなって感じがしますね、うん。最終的に宝石は結構余っていくので、レジェンダリー宝石は、どんどん増えていきますので、まあ、無課金の方でももちろん共鳴値も1000、普通に超えていくような感じになってますので、うん、まああとそうですね、先ほどもちょっとお話しましたけど、まあ素材数に関しては、ランクが上がれば上がるほど1ランク上げるために必要な素材数も上がっていくんで、まあ当然ながらなんだろうな、まあランクの上限、まあ強化ランクの上限もあるんですよね。今多分30まで、メインの装備品が30まで、30ランクまで上げられて、でそれ以外の、サイドの方が今、20ランクまで上げまあ、そこを、まあ、そこまで上げるのが一つの目標にはなってくると思うんだけど、まあ、なかなかそこまでの素材数が、揃えるのは、至難の技になってきますので、うん、まあ、ゆっくりやってもらうのが一番かなと思いますね。なので、まあ、プレイ時間の長さが、なんか強さに結びつく要素の一つとして、この、強化素材の、量っていうなので、まあゆっくり、まああとお財布に無理のない範囲でやってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ結局どれだけかけられるかによって、MF の量も変わってくんで、まあ、さっきね星5の、星5をランク5にするっていう話をしましたけど、まあ、そのための素材数とかかなりの量、必要になるお金の量とか結構高いんで、なのでね、まあ、1、2箇所星5の、ランク5を作ってもらって、まあ、それ以外の部分をね、まあ、普通の、ランク2の星5にし、あ、星2の、ランク5まで上げてあげるっていうのが現実的な感じになるんじゃないかなと思いますね。ということで、そうですね、新規復帰者向けの、うん、装備ランクについてはそんな感じかなと思いますね。あとは、そうですね、アイビンファードの、聖女ですね。まあさっきちょっと、言いましたけど、あれも結構大事な強化要素になってくるんで、鍵集めですね。こちらの方も、まあ、しっかりと、やってほしいかなと思ってて、まあ鍵が手に入るイベントって、まあ戦場のランクを上げるっていうのと、あとはですね、シャドウだったら、毎日の集会ですね。あ、集結か。集結に参加することで、まあ、12個かな、鍵がもらえるので、これも必ず行ってもらうのがいいかなと思いますね。あと、塚商人からね、毎日鍵は5個買えるので、まあ、これも買っといた方が私はいいかなと思って毎日買ってるんですけど、まあ、集めてもらうと。で、アイビンファードの聖女は、まあ、最初のうちですね、まあ、各要素のランクが、ランク10になるまでは、もう鍵があったらね、開けちゃった方が、火力の強化につながるんでいいかなと思うんですけど、まあ、ランク10になったらですね、その後は基本的に鍵は貯めておいた方がいいかなと思いますね。鍵は、まあ、377個あればね、全部の箱開放できるんで。なのでね、まあ、最初は、鍵を377個集めて、まあ、開けてもらうっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。
まああれもねランク20以上とかになってくるとかなり1回の強化に必要な素材が増えてくるので大変だとは思うんですけど、毎日続けることで、ね、確実に強くなれるので、やってみてほしいなと思いますね。で、あとはそうですね、まあ毎週2回、月曜日と木曜日に行われるヘリクアリのねところの強化も結構火力に関わってくる部分なので、まあ、これもね、まあ参加することでこのボイドスラグっていう素材が手に入るので、まあ、これで上げていってほしいし、あとそうですね、結構重要な要素としては、まあ、この動画とかでもね、よく、まあ、周回入ってますけど、このね、宝石のランク強化っていうのも、まあ、火力防御力アップにつながる要素の一つになってくるので、まあ、秘密の隠れ家なるべく行くようにしてほしいなと思います。これも行けば行くほどね、まあ、効果が高まるものになってきますので、まあ、行ってもらうと。で、まあ、固定チーム限定のね、イベントに参加すると、タブローの強化っていうのが行えるんで、まあ、シランガー城とか、あと、固定チーム周りのイベントっていうのもやっていくことで、火力の底上げができますので、まあ、こういったなんていうのかな、日々の積み重ねによって火力上がる要素って基本的な、ものになっていくので、まあ、もちろんパラゴンレベルが上がることによってね、強くなるってところもあるんだけど、まあ、それ以外の強化要素の重ねがけでね、火力が出るっていうのがイモータルの基本的な仕組みなので、まあなんだろうな、同じ条件だったらプレイに時間プレイ日数が長い人の方が強いっていうのは、まあ、仕方ない部分があるんだけど、まあ、とは言ってもね、なんだろう、基本的に自分として楽しめればまあ一番 OK なんで、あんまりそこに、まあ、神経質になりすぎない方がいいかなと思いますね。うん。まあ、どうしてもこういうゲームって先行者利得っていうのはあるんですよね。まあ、一番最初に始めてる人の方が、火力は上がるっていうのがないとさ、なんていうのかな。もちろん追いかける側からすると理不尽だと感じられるんだけど、まあ、一方でさ、1年間やってきたのに1週間しかプレイしてない人にさ、いきなりぶち抜かれたら、それはそれで、まあ、すでにやってる人からするとさ、気持ちのいいものじゃないわけですよね。だから、まあ、そこは結構公平になってる。先行してる人は先行してる人なりの利得があるし、一方で後追いの人も、なんていうのかな、ちゃんと効率的に狩りを行うことでね、だん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 と、追いついていくことができますので。まあ、追いついていくことができるっていうのか、まあ、一定の差まで追いかけることはできるんですよ。さっきのね、ランク強化なんかに関しては、まあ、ランク1とかランク2とかね、のあたりは素材数も少なくて済むので、なので強化進むわけなんですけど、まあ、ランク20とかね、を超えたあたりからかなりの量の素材が必要になるので、1ランクを上げるための、時間数っていうのが、まあ、飛躍的に伸びていくんですよね。だから、まあ、結果的に、なんていうのかな、先行プレイヤーとの間のランク差っていうのが埋まっていくようになってるので、なのでね、まあ1ランク差とか2ランク差とかね、もちろん、その中の素材数っていうのが大きな違いになってくる部分にはなるんだけど、なんていうのかな、まあそこは先行者利得だと思って、まあ捉えてもらえたらいいかなと思います。まあ結局、なんだろうな、これもいつも、雑談動画の中で話していくさ、してる、人と比べないのが一番ディアブロをストレスなくプレイするコツですよって話と、まあ、被っちゃうんだけど、まあそうなんだよね、まあ、なんか哲学徒と同じぐらいやってるはずなのに、っていうか、まあ、それ以上にやってるはずなのに全然つまらない、強くならないとかね、まあそういう方もいらっしゃると思うんですけど、まああんまりそこ関係ないんだよね。配信者とかそういう人たちは、また違うね、ベクトルでゲームをプレイしてたりするので、うん、まあ効率とかまあ火力だけじゃないんだよね、うん、ゲームって、まあ、そもそもこうディアブロの戦闘の感じとかね、あとまあキャラクターのこういう、技のスキルとかさ、まあ、そういうものの、うん、部分が好きでプレイしてるっていうのはあるんで、うん、なんだろう、まあもちろん火力あった方がね楽しめるし、あ今日はこれだけ火力上がったっていうところももちろんねプレイの重要な要素ではあるんだけど、
まあそこはあくまでも、まあ、昨日の自分よりも強くなったなみたいなさ部分、ね、自分の内部評価であった方がよくて、うん、外部にそれを求め始めると大体不幸になる人が多いかなっていう感じがしますね。まあ、これ人生においてもそうなんだよ。まあ、過去の自分よりも、自分がマシになってるというのがさ、一つのこうモチベーションにもなるからね。まあ、当然ながらそれもそういう考え方も、従前ではなくて、発展してなければ、まあ、こういう考え方って、まあ、発展主義とかさ、まあ、進歩主義的な考え方っていうのかな、まあ進歩、成長こそがいいことだみたいなさ考え方って、まあ、前向きに捉えられることもあるけど、まあ、やっぱり一つの価値尺度の中で、なんていうのかな、価値を絶対化しちゃうってところがあるんで、必ずしもこう、うん、まあ、昨日より強くなってることだけが、全てじゃないんで、うん、まあ、楽しくプレイできればいいのにな。まあ、毎日同じ刺激で飽きるとかさ、そういうことも言われるんだけど、まあそこもな、本当に飽きたらちょっと離れるのが一番いいですよ。うん、妹たるも別に、なんていうのかな、中断したら当然素材数とか足りなくなり、少なくなりますよというところはあるし、まあ続けてた人に比べて弱くなっちゃうかもしれないけど、その比べてってことをやらなければ、自分なりに楽しんでいけるし、自分なりの中で、まあ、強くなっていくことができるんで、なのであんまりそこは気にしないでやってほしいなと思いますね。まあ、私もやっぱり基本的に何だろう、ハクスラ複数やってるんで、まあそれやっちゃうとどれも中途半端になるんじゃないですかっていうのを言われることもあって、それはもう最もなのよ。全部、なんていうのかな、全部のその避けるリソースの全部をさ、一つの作品につぎ込んだ方が当然ながらね、まあ強くなれるわけなんですけど、まあただそれだけをメインにやってるわけじゃないし、あとまあ経験則的に長く続けようと思ったらあんまりたくさんやり込んじゃダメなんですよね。ガチガチに一日中朝から晩までそれやるとかさ、まあもちろんそのシーズンが始まった当初のね、まあ週末とかそういうところは、がっつりレベル上げとかして、早くその、コンテンツを解いてさ、まあ皆さんに役立つ動画を、届けるっていうのもさ、一つの、まあ目標にはなってくるんだけど、まあそうじゃない、まあこういうね、シーズンが少し落ち着いてきた時期なんかはどっちかっていうと、まあゆっくり、まあ今まで手がつけられなかった、作品に手をつけていくのが結構大事だったりするんで、まあだから、うん、なんていうのかな、まあ並行してプレイするっていうのも、まあ飽き防止としては結構いいんだよね。うん、あと、まあなんだろう、もちろんその全てを並行するのはやっぱり無理で、まあリザレクテッドとかね、まああとは3なんかの方は、ポイントポイントでしか扱えないとは思うんですけど、まあ引き続きやっていきたいと思うし、特にディアブロ3あたりはね、また新しいシーズンも始まるんで、まあそこら辺もピックアップしていきたいと思いますので、ぜひね楽しみにしていただけたらいいかなと思ってます。エルダーリフトがあと4回なのか、ちょっとやっちゃいましょうか。なんか最近あれなんですよね、まあ私の環境のせいかなと思ってたんですけど、まあ、他の方からも結構妹たる重いみたいなさ話をよく聞くんで、もしかするとちょっとまあアップデートのせいかわかんないですけど、重めなのかなってとこがありますね。うん、まあなんか元から重かったものがさらに重くなってるっていう感じもしないではないので、うん、そうね、もうちょっと軽くしてほしいよな。ここら辺特に
ウエストマーチの街とかが結構作りが悪くて、画面負荷が上がっちゃうんですよね。なんか 3D のオブジェクトにしないで別に絵にしといてもいいようなところをさ、かなりがっちりした 3D オブジェクトが大量に置かれてるんで、まあそれの読み込みだけで、まあリソース食っちゃうみたいなところとかさ、あったりとか、あと、まあセッション維持系が結構イモータルは弱くて、まあ一定期間こう読み込みの、ソースがかかると、そこでね、セッション閉じちゃうみたいなことが起きちゃうんで、サーバーから切断されましたっていうのが出ちゃって、もう一回再読み込みしなきゃいけないみたいな感じになっちゃったりとか。まあそこがね、難しいところなんですよね。まあこの処理長くしちゃうと、まあ通信に割り込んでね、なんか悪さするとか、そういうことをされちゃうことがあるんで、まあその対策のために、まあ短めにしてるんだとは思うんですけど、短いとそもそも、なんていうのかな、ゲーム自体はプレイできる環境なのに、セッション切れが多発しちゃうとかさ、そういうことも起きちゃうし、特に私、この、なんだろうな、動画を撮りながらとか、まあ、あと、動画撮りつつ、こう、YouTube の側にもね、一応配信の、アーカイブ残してるので、まあ、それも結構ね、負荷が重くなる原因の一つにはなってるんだけど、まあ、悩ましいところですよね。じゃあ配信やめて動画も撮るのやめますかっていうと、難しいところよね。だからまあ最近結構さ、まあいろんなところで感じるんだけど、やっぱり、なんだろうな、配信やってたりとか動画撮ってたりとかっていう人たちと、まあ一般のプレイヤーってやっぱり違うんだな、違う部分結構多いんだなとはやっぱり思ってて。まあ動画を撮るためにプレイをしてるっていう部分もあるし、まあプレイがそもそも好きだからやってるってところもあるんだけど、やっぱり動画撮るためだとさ、ある程度こう、まあプレイもちょっと抑制しなきゃいけないところもあるんだよね。今日時間があるからたくさんやろうっていうんじゃなくて、まあプレイと並行して動画も作っていくっていう要素があるんで、まあそこの意識の違いっていうのは結構ね、悩ましいところだったりもするんだよね。みんなと遊びたいなという気持ちもあるけど、やっぱり自分なりに、まあチャンネルの中で、ね、やりたいと思ってることっていうのもやりたいので、なので、まあプレイの時間としては皆さんとね、遊ぶ時間短くなってしまうかなと思うんですけど、まあご理解いただけたらなと思いますね。まあ、ディアブロ4にしても、3にしても、イモータルにしてもさ、まあ、どの動画でも言われることなんだけど、これオワコンになりましたかとかさ、そういうことをすごく言う人いるんだけど、まあ、そんなんどうでもよくない？まあ、例えば私とか、まあ、結構さ、10年前に流行ったフリーゲームとかをさ、急にやりたくなってやったりとかさ、そういうこともあると思うんですけど、なんていうのかな？まあ、まあ、これも多分なんだけど、流行ってるもの、多くの人がやってるものこそが、やるべきものだ、みたいな、多分、固定観念がおそらくその裏にあるんだと思うんだけど、まあ、自分が好きだったらやればいいんだよね。と同じで、やっぱり YouTuber 的な事情で、結構レビュー動画って流行ったんだよね。ゲームレビューチャンネルっていうのが、一昨年ぐらいからすごく流行って、まあ、ゲームを買う人がさ、まあ、見るための、まあ、そのゲームがどんなゲームだったのかとか、あと良かったところとか悪かったところとかね、そういうのを聞く、まあ見るためのゲームレビューチャンネルってすごく流行って、まあそれも大量に量産されすぎちゃってさ、なんだけどなんだろうな、ああいうのすごい鵜呑みにする人いるけど、それすごいもったいないよね。だってまあもちろんディアブロだってクソゲーっていうレビューもできるし、神ゲーっていうレビューもできるわけな、まあ、どの観点で見たときにそのゲームが楽しいかって人によるんでね、本当に自分のプレイ体験っていうのをものすごく大事にしてほしいなと私なんかは思いますね。人から見るとクソゲーだけど自分にとって神ゲーって絶対あるはずなんでね。なので、まあ、どっちかっていうと私、ディアブロをむちゃくちゃメジャー作とか、まあ、万人に受けるゲームとは全く思ってないんですよ。まあ、ある種の人にしかやっぱり刺さらないゲームだと思うんですよね。だから、まあ、合わなかっただけっていう感じがするんだよね。だから、
まあ、オワコンかオワコンじゃないかとか、まあ、それも言う人いるけど、まあ、興味ないよね、あんまりね。うん、もちろん、イモータルとかは、ある一定のさ、ラインを、下回って人が減ってしまえば、まあ、ゲーム自体が成り立たなくなっちゃうとかも起きてくるんだけど、まあ、ディアブロ4なんかに関しては別にソロでも、できるような仕組みになってるんで、流行ってようが流行ってないが、あんまり関係ないんだよね。うん。まあ、ただもちろんその、ディアブロの、まあ、シーズンでのね、資金回収とかさ、そういうものも、しっかりとやっていかないと、まあ、アップデートの方もね、なかなか難しいと思うんで、うん、なんだろうな。まあ、自分にとって楽しければゲームっていいんじゃないかなと思うし、まあ、どっちかっていうとね、まあ、こういう、まあ、ディアブロ専門チャンネルなので、まあ、他のゲームが流行ってるか流行ってないかなんかどうでもいいんだよね。なんか、アーマードコアやってくださいとかさ、そういうのを言われたりとかするんだけど、アーマードコア私実況見てるけど、自分でやる時間はないのよね。ディアブロが楽しいし、ディアブロの方やりたいんで。なんていうのかな。まあ、だから、他のゲ、なんていうの、単純にこう YouTube の戦略上ね、まあいろんなゲーム、渡り歩くっていうのが、まあ一つのやり方だと思うんだけど、うちのチャンネルはまあハクスラチャンネルだしね、うん、まあそれ以外のことを、そう、まあ視聴者って結構なんだろうな、無責任なことを言ってる人も結構いるからね、難しいよそこは。だって、私、ヴァンパイアサバイバーズとかさ、ハマってそっちやってた時期とかもありましたけど、まあ、それで登録解除してしちゃう人とかもいるわけだからさ、なんていうの、新しいものやってくれやってくれって言うんだけど、本当に見ますっていうことを一番聞きたいんだよね。じゃあ必ず見てくださいよっていう気がするんだけどさ、まあ、無責任だよな。まあ、流行ってるからやるっていうのももちろんありなのよ。よくさ、なんかメントスコーラをさ、駆け出しの YouTuber やるのやめろとか言う人いるんだけど、そんなこと全くないと思うんですよ。そこに検索ボリュームがあって、まあ、ある種のこう、お題みたいな形で提示されてるものに関しては、やっぱり、上げた方が伸びはいいんですよね。ただ、なんていうかな、チャンネル登録者再生数が命ではない人もいるんですよ。私なんか特にこの、チャンネル、サブチャンネルでやってるんでね、全然そこにこだわってない。もちろんその必要な努力っていうのはしてはいるけど、ただまあそのために最適化した行動っていうのを取ってるわけじゃないんで、まあどっちかっていうとゆっくりディアブロの魅力が伝えられるような動画っていうのが撮れたらいいと思ってるし、まあなんていうかな、流行りゲーム もちろんね やってもいいんだけど、まあ、そういうのに関しては、生きるための学びチャンネル控え室っていうもう一個、サブチャンネルがあるんで、まあ、そっちの方でやるかなって感じですかね。まあ、ディアブロ以外のゲーム全くやらないわけじゃ私もなくて、結構ノベル系のゲームですね、とかをやったりとか、あとパズル系のゲームとかね、やったりもしてるし、あと、ま、過去には、まあ、そういう、プレステの他のゲームやってるチャンネルとかも、運用してたんで、まあ、そういうのも合わせるとかなり、実は他のゲームもたくさんやってる感じなので、うん、まあこのチャンネルはディアブロ1本でやらせてもらおうかなと思ってます、うん、まあどっちかっていうとこうディアブロに特化してやることによってさ、ディアブロの中で、来た更新要素とかそういうものを皆さんに お届けできるような形になると思うので、まあ、継続してプレイしてる中でしか語れないことってあるのよ。だから、まあなんか、結構さ、イモータルについての感想とか、を語る人ってさ、いるんだけど、なんか、それいつのイモータルの話ですかみたいなさ、情報で話してる人がむちゃくちゃ多くて、びっくりしてるところもあるわけですよ。まあ例えばその、共鳴値なんて課金してなかったら誰も稼げないとかさ、そういうことを言う人もいるんだけど、私実際に今、ほぼ無課金に近い状態で2000近くまでね、上げてきてるので、なので、
まあ、それ古いんだよね、情報がね。だから、まあ、難しいよね。昔の印象で、まあ、その人がプレイしていた時点までの印象だけで語られてしまうっていうところがあるし、まあ、なんていうのかな。人の話を聞くときにもさ、やっぱり、どれだけ裏を取って考えるかっていうかさ、その人は現役のプレイヤーなのか、まあ、10年前にプレイしていた人なのかによって、むちゃくちゃ知識量違うんでね。なので、やっぱ最新の情報を見ていくっていうのは大事だと思いますね。まあ、なんていうのかな。結構さ、うちの配信とかやっぱり、私がまあもともとその、初代ディアブロからまあずっとプレイしてるプレイヤーなんで、まあ、古参中みたいのが湧いてて嫌だとかっていうのも言われたことあるんだけど、なんだろうな、古参のメリットってあんまりないのよ。だって現行の環境かなりバランス変わってっちゃうんで、なんか1年前にイモータルやってた人の知識ってほぼ役に立たないんだよね。だから、基本的な、例えばシステム周りとかで、ね、概念は引き継いではいるものの、効率のいい方法とか、そういうものに関しては、やっぱりどん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 入れ替わっていっちゃうんで、まあ、なのでね、こういう、皆さんの質問に現役プレイヤーの視点で答えるっていう動画が必要なんだとは思ったけど、まあ、特定の行為で素材が増えるっていうような、まあ、いわゆるその、なんていうのかな、素材狩りみたいなことが流行った時期があったんだけど、まあ、それだけじゃ、素材が足りないようにっていうか、まあ、すべてのアクティビティを、それなりにこなすことが最高の効率になるような形で、まあ、調整してきたっていうのがイモータルかなと思いますので、まあ、なんだろう、特定のポイントでね、まあ、ひたすら狩りをするとか、まあ、そういうのはあんまり旨味がなくなってきてるって感じかなと思いますね。もちろん、1日、なんていうか、20時間とか30時間、20時間とかさ、そういう単位で、もうガチガチにさ、朝から晩までやるんだったら、フィールド狩りもね、効率、ってかまあ、やることなくなっちゃうんでね、あるとは思うんだけど、まあ、そういうプレイヤーほとんどいないと思うし、今多分すべてのアクティビティを、まんべんなくこなそうと思うと、5、6時間かかると思うんだよね、1日。なので、まあ、それやって、その上でなおかつ足りなければ、フィールド狩りもありかなと思いますので、そこに特化してやる必要はないかなと思いますね。まあ、多少なりと参考になる話ができたらよかったかなと思いますけどね。よいしょ。これで、どうでしょうね。これで一応行きました。あと一回あるんだな。もう一回だけ行きましょう。まあ最近ちょっと雑談動画の方もね、まあ、毎日撮るのがちょっと大変っていうか、他にもやらなきゃいけないことが結構増えてきちゃったんで。なので、まあ一気にちょっと長時間プレイしてやるっていうのかな。まあ、6時間ぐらいをこうひとまとめにしちゃって、2日分こなすみたいなことが増えてきてるんで、まあ、それがね、まあいいのか悪いのかともかくとして、まあしばらくはこの感じで回していくのもいいかなと思ってます。まあ雑談動画もそんな感じでやっていけたらいいかなと思ってますね。なんか、もう、この雑談動画もなんとですね、もう400回近くまで続いているということなんで、まあ、よく続いてるよなっていう感じもしないではないですが、まあ、これも皆さんのおかげっていうところもね、すごくあるので、まあ、続けていきたいなって感じですね。まあ、あんまりこれ再生数にこだわってないんだよね、そもそもね。だから、自分の中で、一日の日課的な感じでさ、作ってるって感じかなと思ってて。まあ、私、なんか仕事がないときは基本的に全然話さなかったりとかさ、することもある。それはそれで怖いんですよね。まあ、仕事柄、まあ、人前でね、長時間話すこと。まあ、1日だいたい3時間から、4時間半、話さなきゃいけない仕事なんで。なのでね、なんか口が回るか回らないかとか、そういうこともさ、
結構頭が回ってるか回ってないかはともかくとして、うん、大事だったりするんで、まあ、そのためにこの雑談動画やってるのもありますね、うん、それ本当に効き目あるんですかとかって言われるんだけど、やってみないとね、それは何とも言えないですね。まあ、その人のもともと持っている、コミュニケーション能力が高ければまあ、そこにさらに上乗せされる部分もあると思うんだけど、うん、まあ、始める前よりなんだろうな、まあ、雑談力が上がったかっていうと何とも言えないですけど、少なくともこう、まあ、対話と違うところって、まあ、相手がいないんでね、なんていうかな、まあ、もちろん皆さんが聞いてくださってるってことを前提で話してるわけなんだけど、まあ、なんていうかな、相手の話があって自分の話があってみたいなさ、対話形式で進むわけじゃないんで、まあ、一方的に話し続けるって結構大変なんだよね。その技量を高めるためにこれをやってるっていうところがあるんだけど、うん、から、まあ、特に YouTube とかさ、配信慣れ動画慣れしていない人って無言になっちゃったりとかっていうのは結構問題だったりもするんだけど、まあ、やっぱりね、私も7年間まあやってるんで、7年前に撮った動画とか見直すとさ、むちゃくちゃ話せてなかったりとかあるんでね、やっぱね、継続は力なりなんですよね。継続してると、まあ、いろんなポイントに気づくようになるし、これも話さなきゃいけないなとかさ、いうことも分かってくるしね、うん、あとまあ視聴者の温度感とかね、そういうのも結構、うん、大事な要素だったりもしますよね。まあ、またね、改めてリアプロイモーターもなと思いますね。よし、じゃあ、今回はこの辺で終わりにしましょうかね。まあ、素材もね、本当に、まあ、毎日毎日、まあ、なんだろうな、ランクをこの日までに上げなきゃとか、そういう感じでやるもんじゃないと思うんで、まあ、気づいたら素材が溜まってて、それを使って、まあ、ランクアップさせるみたいな感じでね、考えてもらえたらいいかなと思いますので、うん。まあ、なんか確定でとか確定でこれをつけたいとかね、そういう感じでやっちゃうと結構精神的に苦しくなっちゃうと思いますので、うん、まあね、あんまり無理しないでやっていただけたらなと思ってますね。よいしょ。はい、バトルパスのあと22時間で終わりという感じなので、まあ、BP の方もまあ貯めつつやっていきたいなと思います。ここでね、使うと廃品素材もらえます、もらえるんで、ここも結構大きいですね。だいたい全部取ると70いくつとかかなまでは上げられるはずなんで、まあ、プレイすればまあ、なんていうのかな、なんだかんだで、うん、素材は勝手に集まっていくものなので、まあ、特に意識はしなくてもいいけど、
まあまんべんなくクエストやってもらって、でまあそれでも時間が余ったよっていう人は少しねフィールド狩りですね、まあゾルタンクーレンの諸侯、あとは、いてついたツンドラあたりとかをね周回してあげるといいんじゃないかなと思います。まあ呪われ人をね本当に、意外とおすすめなんで、呪われ人の、宝箱取りがてら回してあげるっていうのがいいかなと思いますね。はい、よいしょ。じゃあ今回はここら辺で終わりにしたいなと思います。どうも、動画見てくださった皆さんありがとうございました。哲学とでした。